はい、今日はですねスーパーカップ 1.5 倍チェーンソーマンコラボの濃国豚骨ラーメンですね、はい、今日はこいつを食いたいと思います。まあこのカップラーメンだけではないんですけどね、カップラーメンと今日はちょっとあの健康的な弁当を食べたいと思います。早速粉末スープか、粉末スープ。今日はスーパーカップの豚骨がめちゃめちゃ食いたかったです。皆さんもあるでしょ、あの豚骨スーパーカップ好きでしょ。スーパーカップ美味しいですからね。早速お湯が沸いたんでお湯を入れましょう。あースーパーカップ食いたかった。蓋をして3分置いておきましょう。いやもう 1分半置いておきましょう。はい、はい、1分半ぐらい経ったんで液体スープ。まあこれあれですよ、なんかあのチェーンソーコラボって書いてあるけど多分そんなにあの普通の豚骨と変わらないと思います。これをちょっと混ぜましょう。混ぜてこれだけではちょっと寂しいんでキムチを乗せましょう。キムチはちょっと多めにバサッとバサッ。僕の濃国豚骨ラーメンのキムチのせ、はい、これとお弁当ですね。お弁当もちょっと出します。はい、今日はですねベルーナさんのこれお袋御膳でございます。この前お袋御膳の弁当食べたんですけど、今日はですねこれハンバーグデミソースセットです。乗ってるのがハンバーグのデミソースと、大根の千切りの旨煮、あとバターコーン、あとポテトの粒マスタード炒めでございます。それと、スーパーカップの濃国豚骨ラーメンと、麦茶でいただきたいと思います。早速いただきます。よいしょ。はい、ビートリーロジアでございます。本日は、これもあのベルーナさんのお袋御膳のお弁当でございます。宅配弁当ですね。宅配弁当っていうか、なんか宅配便のお弁当ですね。はい、ほんでこれも電子レンジで5分温めて食べるやつなんですよ。電子レンジで温めると美味しく食べられるっていうやつなんですよ。でまあハンバーグと、ハンバーグのデミソースのハンバーグと大根千切りの旨煮と、あとバターコーンと、あとポテトの粒マスタード炒めでございます。あの千切りではなく切り干し大根ですね。間違えました。チェーンソーマンコラボ濃国豚骨ラーメンです。チェーンソーマンコラボさせていただきたいと思います。いただきます。まずはスーパーカップからいきましょう。スーパーカップ美味しいです。ちょっとキムチ入れすぎたんで原型の味がちょっとなくなりました。今日のご飯はあれだぞ、あのサラダ油でちょっとあの炊きました。いつもあのごま油ちょっと入れて炊いてるんですけど、今日はちょっとサラダ油であの炊いてみました。サラダ油でご飯炊くと結構パラパラのご飯が
ふっくらとこう美味しいご飯が炊けるんですよ。まあ基本サラダ油で炊くときはチャーハン作ったりとか、うん、チャーハン作ったりするときはサラダ油入れて炊きます、炊きます、うん、あ飯うまい。あれですね、サラダ油で炊くとご飯美味しいですよ、うん、あんまり牛さん入れたらちょっとくどくなるんで、ほんの少し、ハンバーグめっちゃうまいです。なんかねこのベルーナさんのお弁当はいろいろあるんですよ。これお袋御膳なんですけど、お袋御膳の他にちょっと忘れたんですけど、いろいろ種類あるんですよ。おそらく多分ネットで買えると思うんですよ。このベルーナさんのお袋御膳は、これ結構ね塩分控えめにしてあるんでちょっと味薄いかもしれんけど結構でも美味しいですよ。それなりの味付けでなかなか飽きない味ですね。美味しいです、うん、千切り大根美味しい、うん、普段千切り大根ってあんまり食べないですからね、久しぶりで食べました。あ、うめ、なんかお袋の味って感じがします。今時こんなん食べる人ね、あんまりいいんかもしれないね。高齢者は別として、まあ現役で働いてる人とか若い世代の方とか、あんまこういうの食べる機会があんまりないかもしれないね。でこんなんあんまり売ってへんすからね、こんなん、このベルーナさんの弁当はなんか10個とかで売ってるんですよ。で10個売っててバラバラなんですよ、その中のメニューが。結構栄養バランスとか結構いいんで、一人暮らしの方とか、その料理するのが面倒くさい方とか、それこういう弁当はすごくありがたいと思いますよ。外食とかなったら結構不健康じゃないですか、ね、で家ではこういうようなちょっとこう健康的なね、
あれですね、円安もなんか155円台ぐらいにいきそうですよね。まあ、円安はどこまで続くんだろうか。まあでもこれから、まあ、海外行く人、海外行く人というか留学する人とか、日本からね、どっかアメリカとか、これから留学する人とかもう大変やと思いますよ。まあ、当然向こう行ったらもう日本の3倍とか4倍ぐらい費用かかるんでね、もうすごくお金かかりますよ。これからもうガンガン留学する人減るんちゃうかなと思いますよ。うん、まあまあ今すぐにはこう影響は出へんと思うけど、これから3年とか4年後ぐらいしたらめちゃめちゃ響いてくるんちゃいますかね。アメリカとか言ってあれですよ、ラーメン一杯3、まあ、日本で1000円ぐらいやったら向こう3000円ぐらいしますよ。というか思うんですけど、海外の飲食店とか、飲食店だけじゃないと思うんですけど、やっていけるのかなと思いますよ。まさしく貧乏にはいけへんですよ。それとかハワイとかね、ハワイってすごい人気あるじゃないですか。まああれですよ、家族4人とかで行ったら恐ろしいほど費用かかりますよ。費用かかるというか、向こうのハワイの朝ごはんだけでも恐ろしく値段しますよ。まあ行く人は行かはると思うけど、これからもっともっと海外旅行とか、まあ国内旅行もそうやけど、旅行できる行く人がガン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 減るんちゃうかなと思いますよ。まあ旅行ができひん代わりにちょっとね、グルメの方に走ったりとかね、まあグルメがね、どこ行ってもこう食べ歩きする人以前に比べて増えてるんじゃないですか。なんか大型連休になんか旅行っていう選択肢があかんのかなと思うんだよ。僕は別に旅行行かんでも、自分のね、趣味とか ありませんよ。例えばエレキギターとかね、いろいろ自分の趣味とかありません。ああいうのもね、やるとお金もかからへんし、まあ最初初期費用はかかるけど、買ってしまったらね、ずっと使えるんでね。まあでも外出たらもうお金使いますよ、何するにしても。案外皆さん結構僕の周りもみんな必須ですよ、すごく。まあ、節約より節約やし、まあ、これからでももっともっと住みにくなるんちゃいますかね。ちなみに名古屋がねすごい好きなんですよ。
もし移住するんやったら名古屋かなと思って。名古屋って、全体的に見たら結構家賃安かったり、あと子育ての環境が整ってたり、あと交通便がねすごくいいんでね。まあ名古屋やったら都心までもすぐ行けるし、ものすごく住みやすい場所だと思うんですよ。だから若者というか働く世代の人とか名古屋に移住する人多いんちゃいますかね。でまた仕事もありますからね、たくさん。まあ、名古屋は工業地区かな、ね、大手の会社もたくさんあるし、うん、もし移住するんやったらもう名古屋かなっていう選択肢は多分そこしかないと思います、僕は。あれですね、休みが多いとどうしてもどっか行ったりするじゃないですか。やっぱり休みが多いとお金やっぱ使ってしまいますよ、ね。まあ土日の休みはしゃあないけど、まあ家族おられる方は多分すごく大変だと思いますよ。どこも連れて行かないわけには行きませんからね。まあ僕らでもあれですね、まあ、家に、まあ、友人とか来たら家で飲むとか、もう一杯ちょっとビール飲むかって、部屋で飲んだりとかあんまりないですよね。大概ちょっと一杯やりに行こうかって外で店行って飲んで食ったりとか、どうしてもするんですよ。やっぱ交代すると、まあ、ちょっと費用かかりますからね。なかなか。誰か、そばに誰かいると、どうしてもお金使ってしまいますよ。友達の多い人も結構大変かなと思いますよ。しょっちゅう交流してる人とか、まあ、友達はもうあれですね、学生ぐらいまでですよね。もう大人になったらそんな量の量の友達いらんかなと思いますよね。じゃあ結局友人と交際すると、交流するとやっぱ費用がかかるから、ね、だったら家族で過ごした方がええんちゃうかなみたいな、そんなんあるじゃんね、多分。うまかったです。
ちそうさまでした。ああ、ベルーナさんのお袋ぐらいめっちゃうまいですわ。なんか栄養満点なんで、なんかすごく気分が最高です。はい、まあ、普段はちょっとこんなんあんま食べへんですけどね。はい、まあ、今日はこの辺で終わりたいと思います。これからもいろんな動画を上げていきますので、いいね、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それとご視聴の方も最後まで見てもらえると非常に嬉しいです。それでは皆さん、また会いましょう。